こんにちは、リコです。今回はですね、冬のスキンケアを紹介していきたいと思います。混合肌で乾燥しやすかったり、不規則な生活になると肌荒れしちゃったりするので、時期によっていろいろ試してるんですけど、最近いいアイテムに出会ったので、そちらを紹介していきたいと思います。皆さんこんにちは、リコです。今日は冬のスキンケアを紹介したいと思います。素敵なスキンケアに出会えたので、そちらを紹介していきたいと思います。ではレッツゴー。では早速洗顔から始めていきたいと思うんですけど、洗顔はこちらを使います。ジューシーモイストクラッシュジェリーウォッシュです。よく動画で拭き取りとか洗顔が大事って言ってるんですけど、洗顔方法も季節によって変えていて、最近はこちらの洗顔を使ってます。これね、つぶつぶ見ててください。あー見て、このつぶつぶが入ってて、でこれ香りも本当にすごいいいんですよ。結構洗顔ってやっぱ当たり前だけど顔につけるものだから、ちょっと、ね、香りとかも気になったりするんですけど、本当にいい匂いで、しかもこの洗顔何がいいって泡立てなくていいんですよ。結構泡立てるって時間がない朝は手間だったりするんですけど、これ泡立てなくていいので、そのまま顔につけると、なんかでもこのつぶつぶがスクラブみたいに結構刺激する感じじゃなくて、とっとお肌に乗ってくれる感じなので、すごい気持ちいいです。洗顔洗い流していきます。はい、こんな感じで洗顔が終わりました。タオルで優しくほっぺをあげて、もちもち、洗顔しただけなのに本当に結構もちもちなんですよ。すごい、私本当に乾燥肌なので、これで急いで続きのスキンケアをしていきたいと思います。はい、ということで洗顔が今終わったので、いつものライン使いで化粧水はこちらです。ジューシーモイストヘルシーベースローションです。では開けて、こちら蓋にいたしました。化粧水これね、いちごの香りがすごいんですよ。でこのいちごの香りなんですけど、アマオっていう本物のいちごから成分を取ってるみたいなので、この日本生まれの保湿成分が私の肌に合うっていうか、そういう混合肌の方とか乾燥肌の方にも合うなっていう風に感じてます。いちごの香りみたいなのがすごいきつすぎなくて、ちょうどいい、なんかすっきりするけどほんのりいちごの香りがするっていう、そこのバランスが私はとても好きです。こんな感じで洗顔して化粧水までつけました。しっとりもちもち、そして化粧水が終わったので、続いてはこちらです。ジューシーモイストジューシーオイルセラムです。これは今こういう感じなんですけど、こうやってシェイクしてから塗っていきます。私普段結構化粧水の後にずっと乳液とかそのクリーム状のものとかを使ってたんですけど、やっぱ美容液とかの方が結構さっぱりした仕上がりになるし、ベタつきとか気になる方とかは特に美容液とかこういうオイル状のものの方がおすすめです。でも私結構混合肌だから、その乾燥する肌だけじゃなくてちょっとねオイリーっぽく肌もなりがちなんですけど、なんかこういう美容液とかはそんなにすごいオイリーになるわけでもなくて、ちょうどいい肌質に仕上げてくれます。
とこちらはグリセンフリー弱酸性パラベンフリーエタノールフリーなので、スキンケア何使っていいかわからないニキビ肌の方とか敏感肌の方でも安心して使うことができると思います。そして今美容液まで終わったので最後にこちらです。チューシーモイストウインクウィッチアイエッセンス目元用美容液です。お仕事柄目元のメイクもしっかりやってもらったりすることが多くて、何度もメイクを変えたりするので、そうすると肌に負担をかけることも多くなっちゃうので、ポイントケアをしっかりすることでアイメイクの塗りが良くなったり明るい印象になると思うので、結構重要だと思っています。このアイエッセンスは本当にその10代の頃からちゃんと使っておいた方がいいスキンケアっていうのをよく聞くので、スキンケアをするときは必ず忘れずに塗るようにしてます。あとこれは本当私の場合ですけど、結構こういう眉毛のところとかも一応目元の目元には入ると思うので塗ってあげると、結構この辺私意外とちょっと肌荒れとかしちゃうんですけど、これを寝る前にやるかやらないかでだいぶこの眉周り目元周りの肌の調子が変わってきます。以上のこちらの4つでスキンケアは終了です。はい、ということで今回はこちらのチューシーモイストのスキンケアを LINE で紹介していきました。でこちらはですね、この見た目のパッケージも韓国っぽくて可愛いのはもちろんなんですけど、プチプラなので、あの私と同世代の子たちにもとってもおすすめになっております。今の時期はそのホリデーコフレとか可愛いコスメがたくさん出る時期でもあるので、メイクがより一層楽しみになると思うんですけど、そのためにはスキンケアでしっかりとお肌を整えていきましょう。皆さんからのスキンケア、コスメ情報もお待ちしておりますので、ぜひコメントで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。